変形性股関節症の五木寛之テレビ露出情報。2023年3月26日。おはよう日本人生100年これど。人生100年時代を生きるヒントを探るコーナー。今日のテーマは、人生100年時代をどう生きる。話を聞いたのは、作家の五木寛之さん。小説、青春の門など数々のベストセラーを生み出してきた五木さん。2005年から NHK、ラジオ深夜便に出演し、生きるヒントを説いてきた。そして90歳となった去年、ラジオ深夜便での語りをまとめたエッセイ、人生100年時代の歩き方を発表。年を重ねるごとに世界が広がっていく、生きているだけで素晴らしいなど前向きになれる言葉が詰まっている。五木さんの数々の名言が生まれてきたラジオスタジオで、人生100年時代を生きるヒントについて話を伺った。まず最初の質問は、変更の秘訣について。五木さんは自分の体を自分の本当に親しい友達だと考え、体のコンディションを整えることを道楽や楽しみ、遊びとして言ってきたという。五木さん自身股関節症などを患っているが、どうすれば改善するかやって言っていると面白いと話す。続いての質問は、どうやったら人に迷惑をかけずに生きられるか、というもの。五木さんは、年を取ることは赤ん坊に帰ることとし、仕方のないものだとコメント。その一方で努力を続けることが老年の目的だという覚悟も必要だと話した。続いての質問は夢について。夢を叶えるために努力は必要ないと五木さんは言う。周りから制限されてもなおやる、という人が夢を実現するものだという。そういう気持ちがある限りは続けることができ、幸運にも恵まれると語った。また人付き合いが苦手な人の質問に対し、一人でも人間は暮らしていける、とコメント。そして話題は生きることの意味。戦争時代を経験した五木さんは、ただ生きているだけでも値打ちがあると思うと話す。生きていることに意味があるという。親が長生きせずに亡くなったことを受け、本当はもっと生きるべき両親に代わって1年でも長く生きてあげようということが供養だと思って生きていると話した。多くの人が生きる意味を見出せなくなっている中、五木さんの生きるだけで意味がある言葉は胸に響いたと三宅さんは言う。井上アナも、今回五木さんからはもっと自分をロールことというメッセージをいただいた風に感じたとコメント。一方森下アナは、努力を続けることが老年の目的であるという言葉が響いたという。この目標はどの世代にも通じるため、努力を続けることは大事だなと思ったと話した。またインタビューを終えた後、五木さんは、もっと明るい話がしたかったとコメントしたという。